ジョン・ H ・ミルマンは、オーストラリア・ブリズベン出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス1勝を挙げている。身長183センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス33位、ダブルス165位。4歳でテニスを始める2006年にプロ転校。 2013年全豪オープン男子シ,シングルスでグランドスラム初出場を果たす。この時は伊藤龍馬に46、46、63、60、57のフルセットで敗れた。2015年ウィンブルドン選手権では1回戦で第19シードのトミーロブレドに62、63、64で勝利し、グランドスラム初勝利を挙げる。2回戦ではマルコス・バグダティスに76、62、 36、26、46で逆転。この活躍で、ミルマンは世界ランクトップ100入りを果たした。2016年全豪オープンでは1回戦を、相手のディエゴ・シュワルツマンの途中危険で勝ち上がると、2回戦で、ジル・ミュラーに46、64、62、46、75で勝利し、初めて、グランドスラム3回戦に進出。三回戦で、 オーストラリアの後輩バーナード・トミックに46、67、26で敗れた。さらに、ウィンブルドン選手権でも2回戦で、第26シードのブノアペールに76、63、46、62で勝利。3回戦では、世界ランク2位のアンティマリーと対戦し、36、57、26で敗れた。リオデジャネイロオリンピックでは1回戦で、リカルダス・ベランキスを60、60で敗った。 これはオリンピックでは史上初となるダブルベーグルである。2回戦で第4シードの西コリ K に67、46で敗れた。ウィンストン・セーラム・オープンでは準々決勝で第1シードのリシャール・ガスケに75、63で勝利し、自身初のツアーベスト4に進出。準決勝で第16シードのパブロ・カレーニョ・ブスタに46、67で敗れた。オーストラリア代表として、 デビスカップに参戦し、準決勝でベルギー代表のエースであるダビド・コファンに敗れた。2018年のハンガリーオープンで ATP ツアーで初めて決勝進出を果たすも、決勝はマルコ・チェッキナート24657で敗れた。全米オープンでは4回戦で第2シードのロジャー・フェデラーに勝利し、グランドスラムで初のベスト8進出を果たす。2019年、 ジャパンオープンで ATP ツアー500発の決勝進出を果たしたが、ノバク・ジョコビッチにストレートで敗れた。2020年全豪オープンでは3回戦で、フェデラーにフルセットの末敗れた。11月に行われたアスタナオープンでは、決勝でアドリアン・マナリノー7号、61で敗り、ATP ツアー初優勝を飾った。W イコール優勝、F イコール準優勝、 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます